はい、ここからはホームで一言のコーナーです。やるのか、やるのと、やります。ちょっと時間の関係でやらないという選択肢もあったんですけども、はい、ここからはホームで一言のコーナー、ちょっとショートにですねお送りしたいと思います。今日はですね、二十四節気で、穀雨ということで、あなたにとっての潤いはということで、こちらご質問をさせていただきました。近畿、東海、関東の方から、コメントをお寄せいただいています。仕事の後の一杯、皆さん飲まれますか？スタッフさん飲まれますか？飲まない。私も飲めないです。私は飲むと真っ赤っかになってしまいますので、もうここ数年飲んだ記憶がありません。あとは、家族との時間、これもちょっと潤いになりますよね。そして、趣味の時間と、自分の時間も大事ですよね。そして、その他ということで、この4つのこう選択肢で、お聞きしていました。はい、飲めないんです。はい、では皆さんから、いただきました内容ですね、こちら見ていきたいと思います。はい、まずこちらですね、失礼しました。結果ですけれども、心が豊かになるとき何をしているか時か教えてくださいということで、一番多いのがこう趣味の時間ですね、 50% ということで、全体の中の半分の皆さんがこの趣味の時間ということで、コメントいただきました。ありがとうございます。あとあれですね、家族との時間、仕事の後の一杯、その他と、ちょうどこれ3分の1ずつ分かれてますね。17、17、17ということで、はい、ちょうどこう半分が3つにこう割れたような形となっています。趣味の時間という方やっぱり多いんですね。やっぱりこう自分の好きなものにこう当てられる時間というのは、何でしょうね、人とこう一緒にこう話していたりとか、あと遊んでいたりとか、家族で過ごす時間もいいですけれども、自分のための時間というのもやはりこう潤いを与えてくれてますよね。で、皆さんからいただいているこちらコメントですね、少し見ていきたいと思います。まずこちらですね、3回目間違えてしまいました、失礼しました。はい、こちら、家族と美味しい食事をいただいている時ということで、そうですよね、なかなかこう忙しいと、味もこう感じられずにバーッとこう食べてしまう時もあるんですけれども、家族団らんのような形で、ゆっくりとですねこうお話などもしながら、そして美味しい食事をいただいている時っていうのは、本当にこう心が豊かになると、満たされるような気持ちになりますよね。立食パーティーとありますけど、ね、なかなか最近ちょっとこういう状況なので、立食パーティーっていうのもねできないこと多いですけども、でもこう状況がこう改善された時は、またそういった立食パーティーとか、家族のみんなとこう食べてる時ももちろんね、これいいですし、あとはこう友人とかとそういう立食パーティーでもこう何かこう食べられる機会があるといいですね。はい、ありがとうございます。はい、続いて見ていきたいと思います。はい、こちら、晴れた、何もない日と、これ気持ち的には どういう気持ちなんでしょうね。心が豊かになる、はーってこう青空にこう吸い込まれるような気持ちっていうのが、やっぱりこう仕事とか、学生さんとかいらっしゃれば、勉強とかをされている方もいらっしゃると思いますし、またこう自分 の時間を楽しまれている方もいらっしゃると思うんですけれども、何もしない時間っていうのがやっぱりこう幸せだなって思う時ありますよね。チャージする時というんですかね、ずっとこう走り続けることというのは大変ですので、もういっそのことこう何もしない、晴れた日にこうポカーンと空を見上げる、何もしないと、何もないというのも、それもやはりこう心が豊かになる時ですね。ちなみに予報センターのスタッフは、晴れた日、何もない日、いいんですけれども、逆に解説が困るという時がありますので、もちろん天気荒れるとよろしくないんですけれども、何もないと何もないで、またいろいろ頭を使ったりする時がありますね。はい、このように、はい、コメントいただきましてありがとうございます。はい、以上ホームで一言の、コーナーをお送りしました。